県スポーツ特別賞の授与式が19日、山形県庁で行われました。ただいまから山形県スポーツ特別賞授与式を行います。来シーズン V1 に昇格したプレステージインターナショナルアランマーレの皆様へ、山形県スポーツ特別賞を授与いただきます。おめでとうございます。ありがとうございます。アランマーレポーズ、はい、本当に皆さんおめでとうございました、2日目の、24点の時に私にサーブが回ってきて、まあ、これはもう決めるしかないという気持ちで、まあ、本当に試合中ずっと楽しくバレーボールができたので、まあ、勝てたのかなと思います。よろしくお願いします。まずは本当に純粋に嬉しいですね。私も就任9年目になりますが、ここで8年前に遭遇した時から良くて強いチームで、地元の皆様に愛されるチームになる、そしてオラガチームになるというところで、もう本当に地元のチームになるために頑張ってきたっていうのがあります。そういうふうに頑張ってきた上で、このような賞をいただけたというところは本当に嬉しく思っているというところですね。今まで戦ってきた V2 リーグとは違って、まあ、かなり厳しい戦いになるかと思うんですけれども、まあ、私たちのチーム力というところで戦っていきたいですし、本当にシップメイトの皆様と、まあ、一体感を持って今まで以上にこう勢いを持って全力で戦っていきたいなと思います。